バカみたいに懐かしいなこの BGM。 てなわけで皆さん、こちらのモルでございます。今日からはですね、ドラクエモンスターズジョーカーを人生縛りでやっていこうと思います。まあ、人生縛りっていうのが何ぞやっていう話なんですけども、単純に死んだ仲間は復活しないっていう、それだけの縛りでございますね。まあ、細かいルールはまあやりながら説明していこうかなと思うんで、早速始めようか。あ、名前の入力か。名前はね、のぼると申しますんでね、以後お見知りおきをという感じでございます。ただ俺これほとんどやったことないんだよね。お兄ちゃんがやってんのとか見たことあるけど、こんな始まりなんだ。出るんだ、登る。ギルツ様がお呼びだ。誰？かっこいい。どうした？牢の中がそんなに気に入ったか。なんで出ねえんだよ。お前を出したくないのはギルツ様とて同じだろう。しかしなぜか気が変わったみたいなのだ。はあ、とにかくジェイルの一員であるからには。これなぜ読むんだろう。当主でいいのかな。当主の命令は絶対だ。たとえお前が当主ギルツの息子であろうともな。あ、ギルツの息子なの。なんでじゃあ牢屋にぶち込まれてんの。ヤマトみたいな感じ。お、あ、こいつ10日前だったな。お前がこっから逃げ出してバトル GP に出ようとしたのはバトルグランプリかな。よくもまあ、あれ、それだけのためにあれほど暴れてくれたものだ。いいだろう。お前がバトルグランプリ大、グランプリ大会バトル GP 大会に出場することを許そう。ただし、これは任務だ。お前にやってもらうことは、時期を見て連絡する。バトル GP の選手という身分が隠れ身のになるだろう。優勝などどうでもいいが、私からの命令には絶対に従ってもらう。以上だ。これを持っていけ。はあ。何これ。指輪？なんだこの指輪。スカウトリング。なるほどね。はい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 。言うまでもないか。モンスターを仲間にするためのアクセサリーだ。なるほど。バトル GP の開会式は今日だったな。いきなりか。準備ができ次第会場にあるアルカポリス島に出発せよ。はあ。グズグズするな。早く行け。はい、わかりました。何あの親父、もういきなり操作できるんだ。あ、何この感覚。バトル GP の会場アルカポリス島にある。地下の桟橋からアルカポリス島へ向かえ。オッケー。こいつ親父なんだよね俺の。ジェイルを結成した時に私はある計画を立てた。計画の内容は今は言えん。だがこの地に住まう人々の未来がかかっているとだけ言っておこう。この地に住まう人々の未来がかかっている。ジェイルっていうのは悪い集団ではないのかな。すっげえ走り方してんだけど、何これ。何この走り方。アシモみたいな走り方してるけど、とりあえず外出てみるか。橋から外に出ていけみたいな。何このトランクスみたいな。お、登るじゃないか。ようやくお許しが出たのか。何、任務でバトル GP だと。よかったじゃねえか。お前はジェイルから脱走してまでバトル GP に出たがってたんだからよ。そうなんだ。俺はそこまでしてバトル GP に出たかったんだね。何が起きた。お、なんだっけこいつ。うわ、名前思い出せない。お、バトルレックス。そうか、バトルレックス。研究所のライブラリにない種族だ。よくやった。サンプルは多い方がいい。自分たちのやっていることは役に立っているんでしょうか。ただひたすらモンスターを捕まえることの繰り返して。ジェイルを、ギルツ様を信用できなくなったか。お前の立場では知り得ることに限りがあるだろうが、全てはギルツ様が立てられた計画の礎となっている。発動の日は近い。今はただギルツ様を信じるんだ。はい、なるほど。ギルツっていう集団がいまいち何を従ってるのか見えてこないけど。バトル GPT や最強のモンスターマスターを決める大会だろ。え、優勝はどうでもいい。そんなこと言われたのか。よくわからない話だな。優勝がどうでもいいんだったら俺何のために出るんだろう。よくわかんないけど、とりあえず桟橋からアルカポリス島に向かえって話だな。あ、この船待ってたぜ、登る。任務でバトル GP に出るんだってな。こっからバイクでアルカポリス島へ行けるか。一度アジトを出れば任務が終わるまで帰ってこれねえぞ。出発します。特に別にアジトでやることはないんで。おっと、いけない。大事なことを忘れてたぜ。連れていくモンスターをこの中から一匹だけ選んでくれ。大木の博士。何、ドラキー、モモンジャ、イタズラモグラ。なるほど、スキルとかいろいろ持ってるね。何がいいんだろう。ブラックファイター、素早さアップ、獣道守備アップ、レンジャー攻撃アップ。レンジャーってなんだっけ。なんか強いんじゃなかったっけ。全然わかんない。装備とかあるんだ。うん、誰にしようかな。みんなオスなんだね。 HP が多いのはイタズラモグラか。 MP が多いのは
逆にモモンチャになってくるんだね。いやでもここはいたずらモグラで行こうかな。可愛いしスキルもなんか強そうじゃん。いたずらモグラに名前をつけてあげてください。なるほど、名前がつけられるのか。いたそんなもうちょっとひねった名前つけろよ。決めました。最初の相棒の名前は紬にしようと思います。こいつのね意志は最後まで紡いでいきます。いたずらモグラか、お前らしいチョイスだな。じゃあこいつを連れてアルカポリス島へ行ってきな。オッケー、バトル GP 頑張ってこいよ。こんないたずらモグラ一匹で優勝できたりするもんなのか。俺すごこんなの操作できんのてかこんなんで島渡るもんじゃないだろ。7つの島からなるグランプール諸島、どこよりもモンスターが豊富なこの地でバトル GP と呼ばれる最強のモンスターマスターを決める大会が開かれようとしていた。なるほど、お着いたのか。これがアルカポリス島かな。階段でかすぎない？歩幅に対してのこの大きさではないでしょ絶対に。あなたこの島に来るの初めてなんじゃない？ようこそおのぼりさん。おのぼりさん、まあ、確かに登るですけども、ここアルカポリス島よ。私田舎者を見抜くのは得意なのやかましいわ、確かに田舎だけど。あ、こっちの階段は普通の歩幅してる。こっちかな、グランプリの会場。ただいまバトル GP の開会式の準備が遅れておりまして、選手の皆さんはまだ上の広場には入れません。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。何しとんねん、早くしろよ。どうすればいいんだろう、なんかお姉さん知らない？階段の下はノビス島行きのバイク乗り場になります。あー、え、何それ。開会式の準備が遅れておりまして、お待ちいただくのもなんですので、ノビス島行きをお勧めしています。あ、そうなの？あの島には必勝祈願の石碑がある。へえ、なるほど。はいはいはい、お参りの詳しい場所はノビス島の G ピットでお聞きください。教会本部と違い小さなピットですが、ちゃんとセーブもできますよそうか、どこでもセーブできるわけではないよな、 DS のゲームだし。じゃあ次の島にもう早速行っちゃえばいいのか。こんなちっちゃいバイクで危険度 F、 そんなに危険じゃないってことね。初心者に優しい弱いモンスターばかりの島、移動します。 OK、 行こうか。お、なんかいっぱいある島。 1,2,3,4,5,6,7,8、 8個かな。いやでもこういうのって大体な、もっと島あったりするからな。ってなわけでいい BGM だな相変わらず。ここが G ピット、何島って言ったっけ、忘れちゃったわ。ノビス島か。ノビス島でお参りをするためにGピットに行くみたいだけど、ここに入っていけばいいのかな。何トゥー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 トゥン、ようこそGピットへ。ここはバトル GP の選手をサポートする施設です。あなたも必勝祈願ですね。お参りの場所は山の山頂にある神殿の中にありますが、気をつけてください。道中モンスターとバトルになることもあります。仲間が傷ついたらこちらで回復できる。はい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 、無理をせず戻ってこいと。一旦じゃあ必勝祈願しに行けばいいのね。まあそしたら早速冒険の一歩を踏み出そうかと思ったら、もうスライムいるじゃん。え今な、俺まだ仲間一人しかいないからさ、こんなちょっと戦ってみるか試し。なんでこんなカゴメカゴメみたいになってんの。あ、聞いたことあるうわ、このエフェクトもなんか見たことある。もういきなりスカウトしちゃっていいかな。弱らせた方がいいんだっけこういうのって。まあ、ポケモンに習えば弱らせた方がいいよな。ちょっととりあえず戦うやってみる。紬の攻撃6ダメージ、あ、倒しちゃったスライム弱すぎる。じゃあどうすっか、とりあえず上に登ってって、遺跡は多分あのマップ上のど真ん中にあるところだろうから、ここを目指していけばいいのかな。あ、モモンジャいるし最初に選ばなくてよかった、お前手に入んじゃん。ちょっとせっかくだしモモンジャと戦ってこいつスカウトしようぜ。とりあえず戦うで一発ぶん殴って耐えるよね多分。8ダメージ OK、 耐えてきた。モモンジャは攻撃の仕方かわいい。早速ちょっとスカウトやってみようぜ。スカウトアタック、スカウトリングを掲げた不思議な力が宿る。お、パーセント出てる。お、 30%、 え、こんなん確定で仲間になるじゃん。ならない怒っちゃった、ごめんなさい。待って、8ダメージ、ま、やばいやばいやばい、死ぬ。待って、いやでもこれ攻撃で、いや待って待って待って、やばいやばいやばい、こんなとこここで死んだら俺仲間いねえんだよ、終わっちゃう企画がやめてくれ。待って、ちょっと一回帰ろうと思ったらなんかすげえのいるけど、ちょっと今あいつと戦ったら俺の企画が完全に終了してしまう。ただちょっとあいつをスカウトしてみたいという好奇心はめちゃくちゃある。待って、一旦落ち着いて、こいつとはカゴメカゴメしながら、一回戻って俺は回復したいんだよ。ちょっと待って、あいつ追いかけてくるよね。怖い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 
一回ポケモンセンター帰らせて。ちょっと回復してください。あ、ありがとう。しかも無料でやってくれるんだ。ありがてえ。ただちょっと、なんかモグラお前出てくんのかよ。ちょっと待って。俺がせっかくモグラ選んだのに、いたずらモグラ普通に出てきた。ちょ、てか、命令っていうコマンドがあるのは何なのこれ。攻撃、防御、貯める？あ、貯めるできるんだ。あ、普通に攻撃。戦うにすると、あ、これガンガン行こうぜになってるから、ガンガン行こうぜ。で、行動してくれるっていうことなのか。だから本来であれば命令した方がいいのかな。ワンパンしちゃったうちの方が強えわ。まあモグラちゃんは一旦いいんで、モモンジャをちょっと仲間にしたいんだけど走る姿希少。お前だよ。ちょっと貯めるやって、最初に 30% までいけてたから、じゃあ命令されろで貯めるすればいいのかな。これでいいんじゃない。で攻撃は甘んじて受け入れよう。どうだろう。でもテンションが5まで上がったと。で次10になるよね。10じゃない、20か。20ぐらいまであったら多分スカウトできるよね。戦う。オッケーオッケーオッケー。20まで上がった。モモンジャは何は、何今の通行。ちょっと待って、怖い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 、やめて。ここでスカウト。でもこれスカウト失敗したらやべえな。頼むスカウトできてくれ。何パーいく。 49%。こんなもん実質 100% でしょ。戦いの手を止めた。オッケー仲間になったわ。モモンジャ決めた。こいつの名前はコウスケにしよう。お前のその守備アップで味方を守ってくれ。遺跡多分この奥だけど、この家何。え、ジジイなんだこいつ。わしはノビスト名物スカウト級を取り仕切るスカウトじいさんじゃ。スカウト級とは指定されたモンスターを連れてくる、ただそれだけのもんじゃ。まあ指定するモンスターには条件がつくこともあるがの、よう考えてここまでモンスターを連れてくるのじゃな。モンスター見せてもらうだけで取り上げたりせんから安心するがよい。ああなるほどね。こいつになんかモンスターを見せてみるっていうことをやってみるか、試しに。では始めるとしよう。スカウト級第1問てりりん。はい、何ですか。とにかくまずは何か一体モンスターをスカウトしてくる。してきたよ。もう俺もうモモンジャ持ってるから、コウスケ。とにかくまずは何か一体じゃな。さあ答えのモンスターを見せてもらえるか。はい、コウスケどうです。お見事、第1問クリアじゃ。使った基本中の基本しっかり覚えておくな。それでは商品として、いや、あ、薬草ありがとうここに来た甲斐あった。さてスカウト10問もあんの。あ、もういいです、全然バイバイ。でおそらくここが遺跡かな。この階段は歩幅ちゃんとしてるね。このまま上登ってって、でもまだゴールではないと。あれ、なんか洞窟になってるじゃんこっから。え、思ったよりトラキーも出てきた。せっかくなら3体仲間にするか。お前もちょっと勝負だよ。わ、しかもドラキー2体も出てきちゃった。まだこちらに気づいてない。さすがに後ろ取っただけの会話あったが、モモンジャなんか覚えてるかな。とりあえずは攻撃でいいでしょ。モモンジャは攻撃と防御しか覚えてないか。なるほど、じゃあまあ攻撃は片っぽに集中させていこう。で1体倒しきれたらベストだけど、あ、何そんな弱いんだ。じゃあいいね、これモモンジャでいい具合に HP 削った状態でスカウトできるんじゃない。どう、怒ったらめんどくさいけど怒らんでくれよ。失敗しても何パーセント。おお、ナイス会心 50%。 さらにこっからモモンジャってお前の攻撃モーション好きだわ。 73%。 これも 100% みたいなもんでしょ。戦いの手を止めた。は、お前ふざけんじゃないよもう27% の方引くな。モモンじゃ死にかけじゃん。ちょっと待っていやでも素晴らしさこっちの方がやばい。あ、え、はコウスケおい、あいつ出番5秒で終わっちゃったんだけど。嘘でしょ、そんなそんなバカなトゥルルルトゥトゥトゥじゃねえよ。コウスケ死んじゃったじゃん。早くない犠牲者出るのあまりにも早くない。びっくりするぐらい早いんだけど。ちょっと待って、せめてドラキーを仲間にしよう。これ一発でスカウトできないかな。貯めるはしてあるんだけど 5% なんだよな。テンション会心当ててくれ、もう一回。は、ふざけてる待って、死にかねない。それは 0% じゃやばいやばいやばい、待って、なんか死ぬ、やばい、アップだ。ちょっと待って、これ相手の方が素早さ早かったよね確か。
もう薬草使わないとダメだ。こんなんで大丈夫？序盤から嘘でしょ。あ、でも攻撃してくれるんだ。あ、なるほど。マスターモンスターマスターとモンスターのターンと両方あんの。え、めっちゃ強いじゃん。じゃあアイテム、はい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 、なるほどね。それなかったら終わってたわ。あ、ドラッキー宝箱落とした。キメラの翼、わあ、ありがとう。それでかい。お前キメラじゃねえだろ。ただこれやばいな、紬がもう死にかけている。紬がこれ死んでしまったらもう企画倒れ、もういいところなんだけど。待って、やばい、に逃げさせてください、お願いします。あ、よかった、逃げれた。せめて1体だったらな、ちょっとスカウトしてもいいんだけど。あ、何これ、宝箱。まっすぐ道なりに来たつもりがなんか道外れてた。足で開けんな。宝箱開けた。ヒノキの杖、あ、装備かなこれ。杖装備する意味あんのか。あ、攻撃力ちょっと上がるわ。あ、よかったよかったよかった。こっち来た、買い合ったわ。何、キモいのに、なんか、え、何こいつ。リップス、リップス、身構える前に襲いかかってきた。ちょっと待って、こいつ強そう。あ、でもそんな強くない。おいしょ、こいつ仲間にするぞ。こういう気持ち悪いやつがちょうどいいんだよ。仲間にするわ、戦う。紬の顔を舐め回した。おい、紬の顔舐め回すな。何これ、舐め回されると何がある。マヒルとかかな。一旦もう一発貯めてそっからスカウトするわ。攻撃は、あ、でも2しか食らわないんだったらもう最大貯めまでしたいぐらいだけど。いや、どうする、最大貯めしようか。あ、待って、50が最大か。これハイテンションになったって言われたな、今100じゃないんだ。なるほど、じゃあこのままスカウトしてみようか。これで捕まんなかったらもう終わっとるけど。何パーセント ?49。 こんなのもう実質 100% みたいなもんでしょ。戦いの手を止めたね。俺スカウト失敗しすぎじゃない、まともに。え、待って、やばい、本当に死ぬ、やばい。待って、負けるんだけど。待って、マジで負ける、やばい。もう俺帰らないとダメだ。さっきのキメラの翼使って帰ろう。わ、耐えてる。待って、頼む、本当にやめて。あー、2ダメージ。オッケーオッケー、痛恨とかさえなければ大丈夫か。あ、よかった、危なすぎる。なんでハイテンションになっても倒す。仲間になんねえんだよ。あ、レベル5になったけど。いや、マジで。あ、スキルポイント、あ、これスキルってもう振ってった方がいいのかな、どうなんだろう。こいつがもし仮に配合された場合、そのスキルポイントって持ち越されるのかな。まあ一旦振っといてみる、試しに5まで振っといてみよう。オッケー、これで攻撃力3上がった。よしよしよし、攻撃アップ振ってみようか、どんどん。待って、またお前来た、気持ち悪い。ドアップになんじゃねえよ。ちょっと待って、お前めっちゃ出てくんじゃん。埋まってんだあいつ。てかどうしよう、ドラッキーちょっと仲間にしておきたいよね。ちょっと背後取って仲間にするわ。待って、なんかいる。あ、こいつ何、シャドウ、シャドウってなんか物理攻撃効きにくいみたいなのなかったっけ、気のせい。とりあえずちょっとシャドウ出てきたならシャドウ狙ってみるか。待って、強い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 、タコ殴りにされてる。ダメだ、仲間増やさないとやばいわ。ただ20ダメージは強すぎる。これはちょっと、まあ、また貯めるやってハイテンションにしてシャドウ殴ってみようか。さあこれで50になった、ハイテンションでスカウトすれば仲間にできんじゃない。頼むから当ててくれよ。オッケーオッケーオッケー。63%、こんなのもう 100% みたいなもんでしょう。オッケー、やっと成功した、シャドウ仲間になった。こいつめっちゃ強いんじゃない、どうなんだろう。攻撃力 20HP23、 あ、レベルも3なんだ。へえ、この子の名前はエイカにしよう、よろしくな。いや、これはだいぶ戦力アップでしょう。ドラキーもせっかくなら捕まえたいところではあるけど、もうゴール近そうだよね。え、でもこの後ボス戦とかだったらもうやばいんだけど。まあ一旦このロープ登る。かわいい登り方で、あー、井戸から出てきた。ここが遺跡かな。え、てかみんなこんな風に参りに来てんの。めちゃくちゃ不便じゃない。あ、裏手から出てきたのかこれ。なるほど、正面。え、なんか俺別の入り口あったのかな、もしかしたら。なんで俺裏手から出てきたんだろう、わかんないけど。お、お、モンスターマスターがモンスターをスカウトしようとしてる。なんでスカウトされないの。おとなしくスカウトされなさいってば。なんかこいつ見たことある。スカウトだと喋ってる。なんだって無駄だ、あ、諦めるんだな小娘。可愛い顔して生意気だな。無駄かどうかを決めるのは私だもんね。さあもう一回いくよ。
待って、あ、びっくりした。ん、誰よ。ちょっとこのモンスター私の獲物なの。横取り禁止。もう横取りする。お、何、あわわわわわ、ヨッシーみたいな鳴き声してる。人間ドブ、次から次へと。これもバトル GP というふざけた大会のせいなのか。え、あ、びっくりした、勝負にならなくてよかった。逃げんなこらヨッシーが吠えてる。何このちょっとどうしてくれんの。どういうポーチング。君が来たせいでモンスターが逃げちゃったじゃない。もう今まで見たことがないレアなモンスターだったのに。ったくしょうがないな。そうだわ、ここは君のモンスター一匹で許してあげるとしましょう。舐めとんのかお前、スコップで頭叩き割んぞ。何この沈黙は、ちょっとした冗談でしょねえ、そういう目で私を見ないでくれる。失礼しちゃうなもう。ところで君、ここに来たってことは当然必勝祈願なんでしょ。ちゅうことは私たちライバルでね。ん、まだ名前言ってなかったっけ。私アロマ、あなたはノボルです。アロマに名を告げた。んー、ノボルって言うんだ。あれあれで、その名前どっかで聞いたような。どこだったかな。まあいいわ、どこだったかそのうち思い出すでしょクソ適当。じゃあね、ノボル、今度はもっと愛想よくしなさいよ愛想悪いのどっちだよ。あ、でもこの主人公割と愛想悪そうか。で、ここで必勝祈願すればええんかい。この古ぼけた石碑がある、お参りしますか。はい、ノボルは必勝祈願の石碑にバトル GP で優勝できるように祈った。回復してくんない。よく見ると石碑には文字が刻んであった。七つの島の守り手をたたえ、我ここに石碑を立てん。いにしえより幾多の沈めし獣よ。ところどころ文字が欠けており、ほとんど読めなかった。あ、いたいた。やっぱりまだお参りしてる人がいましたか。あ、ついに開いた。見回りに来て正解でした。バトル GP に出場予定の方ですよね。たった今開会式の準備が終わったとの連絡がありまして、直に開会式が始まります。アルカポリス島へお急ぎください。まだ他に残っている人がいるかもしれないので、私はこれで。え、連れてってくれてもいいじゃん、入り口までまだルーラねえんだよ。まあそしたらアルカポリス島戻って開会式に出ようか。危険度なしそうか、そもそもモンスター出ないもんな。さあ、てなわけでアルカポリス島戻ってきました。相変わらずおかしな階段を通り抜けて、この先で開会式開いてるんだよね。長らくお待たせいたしました。まもなく開会式が始まります。オッケー、先に進もうか。お？誰こいつ？なんか髪色は、こんな大勢の前で話すなんて緊張しちゃうな。老人？老人なの？皆さん、お静かに。確かにじいさんだ。今から第7回バトル GP の開催を宣言するよ。ついに始まったんだ。僕は GP 協会の会長カルマッソ。聞いたことあんな。皆さんよろしく。なんでも今大会の参加マスターは過去最大だそうだね。会長としても一 GP ファンとしても嬉しい限りだよ。これやっぱりあれかな、今回の優勝商品を伝説の宝具に変えたことの影響かな。ほう、伝説の宝具、何がもらえるの。伝説の方がすごいんだよ。まばゆく輝いて綺麗なんだ。あれをふさわしいモンスターが装備した姿を想像するとなんか妄想してると。いけないいけない、脱線しちゃったね。にゃとにかくみんな伝説の宝具を目指して頑張ってねモンサマサなら誰だって優勝する可能性があるんだからいちいちめちゃくちゃ盛り上がるじゃん。そうそう、まだ選手登録していないうっかりさんは選手協会本部に行くんだよ。それじゃ挨拶終わり、思いっきり大会を楽しんでくれよ。なるほど、俺うっかりさんだ。じゃあで、どこで登録すればいいんだろうか。おお、何これ、 USJ の入り口のやつじゃん。とりあえずこっちが選手登録っぽくない。あ、選手登録の方ですか。さあ中にお入りください。こっちで合ってるっぽいね。お、なんか壮大な BGM が流れておりますけども、ここだな絶対。ようこそバトル GP 協会本部へ。 GP 参加選手の方ですね。それでは登録させていただきます。はい、登る選手ですね。確かに受けたまわりました。それでは引き続きバトル GP の説明に移らせてください。バトル GP の目的はまず10個のマデュライトを集めること。マデュライトとは星の形をした石です。はあ、この石がグランプル諸島の各地に存在するので拾ってきてください。あ、そういう大会なの。10個集めるとこの GP 本部にあるゴールへの扉が開かれ、
ゴールした上位5名までの選手だけが次のステージへ進むことができます。ハンター試験みたい。以上がバトル GP の流れです。今後このカウンターでは大会の様々なルールを説明していきます。何かわからないことがあっけい、わかった、尋ねに来るわ。一応これで選手登録は完了っていう感じでいいのかな。会長に会ってどうしても聞きたいことがあるのです。わがままマスター、そげんこつ言わっても面会は全部お断りしてもうす。どんな訛り方、全部そこからしておかしいじゃありませんか。どげにおかしいやろうが、当選もんは当選でごわす。何弁、どういう読み方したらいいかよくわかんないんだけど。会長に面会できないの、なんで、一体どういうことです。 GP 大会は熱い戦いのはずなのに、おかしな石を集めろと。 GP を、ああ確かにね。会長に会って聞いてみたいのですが、会わせてもらえないし、何なんだろう。この先は会長椅子でごわす。会長どんは忙しいかお人、面会はお断りし申す。土佐弁かな、わかんないけど。てかさ、 G ピットでなんか回復とか買えないの、モンスター配合上。あ、登る選手はまだ配合したことないです。そう、配合とは2匹のモンスターから新たなモンスターを1匹生み出すもの。親モンスターはいなくなりますが、その能力が子供に受け継がれます。まず何事を実践のみ。え、とは言ってもまだまともにモンスターいないんですけど、父親。あ、でもそっか、だから性別とかある。あ、レベル中になってないので配合できません。はい、ごめんなさい。まあそしたら今回ちょっとこの辺で終わっておこうか。で、次回からまあ新たな島へっていうことなんで、次の島行ってストーリーを進めていくみたいな形にしようかなと思ったけど、これ何？いらっしゃいませ。こちらはアイテムショップ。アイテムショップあんじゃん。え？薬草買いたい。薬草をちょっと買っておこう。いくついる？満月草の方がいいか？麻痺治す。あーでもそっか、別に錬金とかできるわけじゃないか。まあ、そしたらとりあえず薬草は3つ、いやもう5個ぐらい買っとくべきか。5個買っておいて40ゴールドしかしないもんね、全然いいわ。で、キメラの翼も一応まあ2枚ぐらい買って、いや意外と余ったりするんだな、まあ、一旦1枚でいいや、1枚持っておこう。まあこんな感じで今回は終わっておこうかなと思います。次回は新たな島へっていうことで、あの7つあった島のうちのね、どこに行くかはちょっと分かりませんけども、まあ次回のお楽しみにというわけで、まあね、次の動画も見ていただけたらなと思います。まあパート1からいきなりちょっと犠牲者が出てしまったりと、なかなかね悲しいシーンはありましたけれども、まあこれ以上ね犠牲者は増やさないようにしていこうと思うんでね、まあよかったらね次回以降も見ていただけたらなと思います。てなわけでご視聴ありがとうございました。また次回の、ドラクエモンスターズでお会いしましょう。さよなら。